皆さんスピコンというのはご存知でしょうか。スピードコントローラーと呼ばれていて、主に電動工具なんかの回転数なんかを調整する、道具なんですけど、今回はそちらを、とある企画で使いたくて、作っていこうかなと思います。はい、で用意するものがこちらです。電圧レギュレーターと、ケーブルと、コネクターですね。これだけになっています。別にスピコンって、作らなくても普通に 4,000〜5,000 円とか出せばね、Amazon とかで買えるんですけど、今回たまたまちょっと手持ちでね、材料があったんで、自作してみようかなと思っています。で、この電圧レギュレーターなんですけど、これ自体は、結構昔に買ってて 1,400 円ぐらいです。今だとね、1,700 円ぐらいでちょっと値上がりしてたんですけど、それくらいのものですね。要はこのつまみで電圧を変化させることができる。最低 10V から 220V までこの出力をね調整することができます。で、100V、入力が 100V の場合は 220V 出ないので、最大でも 100V になります。100V、200V 兼用で使えるっていうものですね。はい。で、この辺は説明いらないと思うんですけど、スピコンは、電動工具を刺すメス側が必要なんで、メス側が1つと、こちらはコンセントにつなぐ方のものですね。で、購入する時に気をつけてもらいたいんですけど、似たようなやつがね結構あるんですよ。こっちのやつは電圧レギュレーターと呼ばれるやつで、こっちは AC/DC コンバーターと呼ばれるやつなんですよ。こっちの電圧レギュレーターは AC100V を調整する。10V から 220V まで調整するだけ。こっちは AC100V を DC12V に変換する機能を持ってるんですね。なんで、これ買い間違えると大変なことになるんで、間違えないように注意してください。これはね 100V、220V も使えるのかな、兼用ですね。 110V と 220V 兼用で使えるんですけど、出力は DC12V になります。なんで、DC モーターとかを動かす装置ですね。はい、せっかくなんで中開けてみました。別にね電気詳しいわけじゃないんで説明はできないんですけど、こんな感じですと。ヒートシンクがねついてて、ロータリーエンコーダーではないのかな、一周するわけじゃないんで、またなんか違うのかもしれないですけど、こういった、つまみがついています。で、他にもいろんな電子部品がついてて、AC、交流を調整することができると。で、こちらが AC/DC コンバーターで、交流 100V を直流 12V に変換するものですね。結構複雑ですよね、こう見ると。なんかやっぱりこの交流から直流に変換するんで、それなりに内部の構造も複雑になってるんじゃないかなと思います。なんかこの部品、黄色い部品とかね、なんか同じような感じがしますけど、何なんですかね。こういうのはなんか一見さんとかが詳しくね説明されてるかもしれないんで、もし興味ある方は一見さんの動画とかで、見てみたらいいんじゃないかなと思います。はい、僕はね全然説明できないです。で、ちなみにこれはね AC100V を DC12 に変換する装置なんですけど、これの逆 DC12V を AC100 に変換するやつもあるんですよ。それがね、これ映りきれないんだけど、こんなでかいんですよ。出力とかにもよるんですけど、これはね最大 1000W までいけるってやつで、これねファンでっかいファンがね映りきってないけどね、でっかいファンがついてたりとか、なんせでかいわけね、すごいよね。はい、サブチャンなんでちょっと余談が多くなってしまいましたけど、早速作っていこうかなと思います。で、今回はですね 3D プリンターを使って、ケースだけ作ろうかなと思ってます。で、なんでかっていうと、このメス型プラグっていうのかな、これをね結構しっかり固定したいんですよ。要はこれと電動工具をね結構頻繁に抜き差しすることになると思うんで、これをこんな感じでですね固定してあげて、なおかつですね、ここの分かりますかね、なんかフックみたいになってるところなんですけど、これをねベルトに引っ掛けてちょっと腰からこうやってつまみで調整しながら使えるスピコンにしたろうかなと思って、こんな感じのケースを作ってみました。早速やっていきたいと思います。よいしょ。今回はですねプルサスライサーの機能の一つであるファジースキンというものを使ってみました。表面がねザラザラしてなし地みたいな模様をスライサーソフトで簡単に作ることができます。どういう効果があるかというとシームと呼ばれる樹脂と樹脂のつなぎ目っていうのがあるんですけどそれをね目立たなくすることができます。よいしょ、よいしょ。よし。で、こうかな。いいですね。で、あとこの辺で。ほっはい。というわけで、スピードコントローラー完成しました。使い方としては、こちらのね、長い方の黒いケーブルをどこかのコンセントにつないでもらって、ここにあるメス型のプラグのところに使いたい電動工具のコンセントを挿します。で、スイッチをね、オンすればいいんですけど、今、ダイヤルをね、一番小さくしてるので、握っても回転しません。で、この握った状態で、徐々にこのダイヤルを回転させていきます。すると、はい、もう回りました。あ、結構、調整幅が極端ですね。微妙な調整ってちょっと難しいかも。あ、いけるな。はい、今、思いっきり握り込んでます。握り込んでるけど、これだけしか回らない。で、ダイヤルを徐々に回していくと、はい、こんな感じで、スピード調整ができると。本来であれば、このね、握り加減とかで調整するとかがやっとなんですけど、かなり難しいんですけど、こういうね、スピードコントローラーがあれば、簡単に調整することができます。で、似たような感じで、ここにね、ダイヤルがあったりするドリルがね、あると思うんですけど、これは回転数を変更しているわけではなくて、締め付け加減、ビスとかをね、締め付けのトルクを管理しているところなんで、回転数は関係ないんですね。なんであくまでもこれで回転数をいじろうと思ったらこの握り加減でやるしかないんですが、これはかなり難しいんでスピードコントローラーがおすすめですよというお話でした。で、今回こちらねスピードコントローラーメインのなんとか重工で使うために作ったんですけど、本編はねそのうち公開となりますので、そのうちってまだ撮ってないんですけどそのうち公開になるはずなんで、気になった方は是非そちらも見てみてください。で、いつも言ってますけど、僕はねものづくり素人、特に電子工作は素人なんで、真似される方はくれぐれも自己責任でお願いします。ご視聴ありがとうございました。いやちょっと終わろうかなと思ったんですけど、ちょっと疑問なところが1個あって、もし詳しい方が、ね、いたら教えてほしいんですけど、負荷をかけてない状態、要は、電動ドリルとかつけてない状態で、このねところに、テスターをね当てて電圧が変化するのかどうか見てみたんですよ。このダイヤルをどれくらいでこう変化していくのかっていうのを見ようと思ったら見れなかったんですよ。100ボルト何本だったっけ、100しか確かね出てなくて。負荷をかけたらちゃんと見れたんですけど、負荷ない状態だと電圧が変化しないのは何でなんですかちょっとね、もし詳しい方がいたら教えてほしいです。お願いします。